ーのおかえり、ただいま、マッツーリンチーです。よろしくお願いします。今日はファンミーティングイエスだったー。今日の動画はマッツーリンチー初のファンミーティング完全密着編、イエーイ。さあ、どんなファンミーティングだったのか、ぜひ最後までご覧ください。え、あるやね。え、すごい、斜めかけてる。おー、あれや、冷凍、あ、冷凍、あー、ちょっと臭いな。冷凍はちょっとな、ちょっとな。うわ、食い倒れ、食い倒れ。なんかここにカゴが、あ、いいやん、それいいやん。あ、それしよう、カニにしない。おお、それそれ。東京へレッツゴー。いや、荷物持ってきすぎやろ。海外旅行行くんかいぐらいあんねん。ねー、到着。すごい量。パンパン。海外旅行かみ。すごいいっぱい。来たみか。環境設定みたいな。今流してもらって終わり。終わり。オッケー。めっちゃ緊張してきてる。逆にめっちゃ緊張してきた。これやってこれやってこれ。チキ特別に最後にこれ渡して、あれしようかな。作った。すごい。かわいい。すごい。全部描いた。全部描いた。すごい。すごい。作ってもらいました。すごい。これはね、リュウも手伝ってくれました。すごい。夜な夜な。夜な夜な。午後。どれぐらいかかったんですか。午後3時まで。午前3時。午前3時。昨日の睡眠時間は1時間。うん、ちか、うん、ここかわからへん。まーちゃんの場合はあれは、うん、こうなのかもしれんし、うん、ちなのかもしれん。うん、ぽこか、それにしとこうか。ほんまは、うん、ぽこ。ほんまは、うん、こうなの、うん、ぽこ。うん、こうじゃなくて、うん、ぽこで、こうから始まるものを書いてもらおう。見えるかわいい。これ、うんぽこちゃん。唇。じゃあ、これ、うんぽこです。うんぽこ？はい。これ、うんぽこ。うんぽこ。うんぽこから始まる絵しりとりを描いてもらいます。誰ないの。じゃあ、あの皆さんで成功を祈りまして、なんて言いましょうか。えいえいおーで。えいえいおーで。はい。で、えいえいおー。お願いします。よろしくお願いします。お着替えタイム。本番前なんですけど、あ、すいません、あのネイルしてます。ここだけ取れちゃって、あのネイルしてます。今日は漫才を新幹線で考えたということなんです。あ、そうですね、はい、これから、はい、今からネタ合わせですね。ギリギリやね。大丈夫かな。あと30分で始まるよ。初めてファンイベントということで、はい、初めてファンと会うじゃないですか。ファンの方々と会うじゃないですか。そう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 。どういう感情ですか。ほんまにおるんかな。それやんな。もう文字でしか見たことがないかな。何々ちゃんとか名前書いてるけど、ほんまにおるんかなみたいな。それがね、今日ほんまにおるんやってわかるから嬉しいね。顔わからんってことやもんね。そうそうそう、顔が知らん、名前しか知らん、声も知らん。知ってくれてるけど、私らはそのファンの人の顔見たことないから、うん、どんな顔してはんねやろ。いつもどんな顔して見てくれてんねやろやろ。
それめっちゃ気になるところやんな。あ、これはあの赤ちゃんのお尻にポンポンするやつを顔にしてる。どういう感情？あ、お尻ってこんな感じなんや。お尻の気持ちになりますよね。うん、お尻みたいな顔してるからな。どういうこと？なんかピンマイクがてらにイチゴつけてみた。あ、ママいい感じや。もうちょっと上の辺の方がいいかな。なんでイチゴつけてるの？めっちゃおもろいやん。何意味からんすぎた。確かに。ただのイチゴやな、さ。あ、見て、そっち。違う。ただのイチゴやねん、これ。なあ、ちょっと頭おかしいけど、これでいこう。本番5分前。靴下、反対入ってた。あと1分で上に上がらなきゃいけない。靴下反対。OK。ドキュンもでもない。おるんやで。何おるんやろ。それでは時間になりましたので始めさせていただきます。本日はですね、皆様お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。たくさん喋って楽しい時間にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それはエシリトリ。エシリトリは、もう入ってくれた。まずこれ私書きました。これ何かわかります？うんちかうんこかうんぽこで名の悩まれたと思うんですけれども、うんぽこです。答えは、これうんぽこでした。だからこうから始まる。あ、あやかさん。お、あやかさん？あやかさん。すげえ。すごいよな。あ、もちょこ。もちょこやな。え、もちょこ？もちょこや。もちょこや。嬉しい。マイク。え、みんなうまい。うん。ふり。まんじゅうちゃん。あ、まんじゅうちゃん。まんじゅうちゃん。あのまんじゅうちゃん。りんご。ゆりやちゃん。ゆりやちゃん。
リンゴ、これごごまん、ごまん、あ、ごまんや、ほら、米の細い点点点やんな、ごま、ごま、ごまと切って、まと切って、マッスカット、次はクイズ大会。私のことをどれだけ知ってくれてるかなっていう大会になりますね。で、このクイズ大会全部で5問あります。で、正解した方が私たちからのプレゼントがございますので、皆さん積極的に手を挙げてもらってよろしくお願いいたします。まつりんちクイズ、ポポ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 、第1問。まつりんちの YouTube の挨拶はどんなの？さあ、わかる方、手を挙げて全力で振り付けまでやってほしいなって思うんですけれども。お、結構ガーンじゃないですか？じゃあ、手を挙げてください。じゃあ、ゆりやちゃん、全力でいいですか、YouTube の挨拶。正解は、正解はおめでとうございます。まつりんちです。これが正解でした。大正解ですね。正解した方には家族4人のサイン。ここにはね、連れてこれなかった私の弟のリュウとパパのサインも入ってます。絵になってます。第2問。ズバリ、おかんの名前は？俺わかるよね。はい。ゆか。正解ですね。こんな名前でした。正解は、ゆかでした。正解した方には、靴下、リストガラスも。第3問。この動画の時に履いていたズボンの色は何？おかんの前で踊ってみた。このズボンは何色でしょう？はい、覚えてますか？お、大丈夫。緑？正解は、おかんの前で踊ってみた。
緑でした。第4問。僕とパパが韓国に旅行に行った際、ネーネーを思い出させたものは？早いよ。じゃあどうぞ。ゴリラ。ゴリラ？そうなんだね。見て、ゴリラ。ゴリラ。ねえねえねえ。グリラムってねえ。なんで？なんで？急な悪口入ってくるやん。よかったやん。韓国に行ってもネーネーのことを思い出してくれてんねんで。ゴリラでな。はい、ゴリラ正解でした。正解した。そんなあなた、大阪土産をプレゼント。やったね。はい、やったね。ということで、新大阪で買ってきました食い物のやつです。ここにもちょっとね、書くスペースがあるのにもうちょっと高いとこはい、どうぞ袋いる？袋なんかくしゃくしゃやけど、どうぞ最終問題。パンはパンでも食べられないパンはなー普通のパンになってますよ。はい、急に祭りに違ってない、全く関係ないですこれ。さあ、はい、何でしょう。フライパン。フライパン。はい、パンツ。あ、他にもありますか。ない、何かな、何かな。はい、パンダ。パンダ、あー、なるほどね。他は、はい、うち、うち。あー、私やったら全然ありえる。ありえる、ありえる。正解はカッペーメロンパンのスリッパ。イエー。正解した方にはメロンパンのスリッパをプレゼント。絶対履いてね。何のことか分かりませんよね。その分ありがとうございます。ちょっと街をブラブラ歩いてたら、買ってメロンパンのスリッパが売ってて、めっちゃ硬いメロンパンのスリッパが売っててこれプレゼントしちゃおうと思って、これが正解です。でもどうしようかな、買ってメロンパンのスリッパって言ってるやつ誰もなかったから、どうしよう。じゃんけんさん、最初はグー、じゃんけんポイ、グー。おーすごい、負けるやん。すごい。最初はグー、じゃんけんポイ、じゃんけんポイ。以上、まつりんちクイズでした。イエーイ。あー楽しかった。井戸端会議みたいな感じがするよね。
じゃらじゃらじゃんじゃらじゃんじゃら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 じ